こんにちは、ゆきです。そのコンシーラーブラシ、どこのですかって、あまりにも聞かれる。私が使ってるコンシーラーブラシは、美少堂のタッピングコンシーラーブラシです。こうです。一番気に入ってる点は、テクニックいらず。メイク苦手な私でも、綺麗にできます。私はこれずっと激推ししてて、デイジークでやってみます。シミのとこに、置きまーす。ここも、ここ、クマも置きまーす。ここだけ。タッピングコンシーラーブラシで、まずクマのところは、ここのたるみのところに伸ばしたくないから、この箇所だけを、トントンしていきます。このブラシだと、こう、わかる？ほら、もう綺麗でしょ？余計なところに伸ばしすぎずに綺麗に塗れる。塗ったコンシーラーの上からもトントンしてるじゃないですか。それでもこれだけ綺麗に塗れる。プラス、次、シミの場合は、真ん中はシミを隠したいからそのままにしておきたくて、周りだけをぼかしたい。それもこれでいけます。この子、まあ、ちょっと場所的に難しいね。こっちもやろうか。この周りをこうやってぼかしていくと馴染むんだよね、周りと。で、周りだけこうやってぼかすのが難しい人はもう上からでも大丈夫。ほら、馴染むでしょ。テクニックいらずして周りの肌と馴染んで塗れるんです。本当に楽。一番直近のコメントで、コンシーラーブラシ悩んでらっしゃるっていうコメントがあったんです。これ一本あったらね、他にコンシーラーブラシ買わなきゃっていう考えに私は1ミリもならない。マジで後悔ゼロ。美少堂のタッピングコンシーラーブラシはとってもおすすめです。これね、私が YouTube を始めてそんなに経ってない時に来た案件なの、最初の出会いは。で、調べたら、まあ、そうそうたる YouTuber の方たちがこれを案件でやってて、しかし私のチャンネルでは案件が来た時に一回使わせていただいて、よかったら動画にする、いいと思わなかったら申し訳ないんですが個人的見解で動画にはできませんっていうのを条件にして案件を受けてるの。つまりこれは本当にいいんです。今日案件じゃないしね、紹介したくて紹介してます。あまりにも質問されるから。これです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。でね、私のコンシーラーブラシはそれなの。だけどさ、この間ね、マーシュフィールドの3ウェイファンデブラシというものに出会ってしまったんですよ。こちら動画出しました。これもすごく良かったので一緒に紹介させていただきます。っていうのはお値段がだいぶ違うの。その時の状況によってどっちを買うか決めたらいいかなと思って、マーシュフィールドも紹介したい。ちなみにこのマーシュフィールドの筆はマーシュフィールドの商品と相性が合うように作られたオリジナルのブラシなの。だけど今から私はデイジークを使って紹介するよ。自分が意図してることが今からできるかちょっと謎。これはコンシーラーとかこうやって塗って伸ばすんじゃなくて、コンシーラーをここつけるんだ。マーシュフィールドじゃないけど大丈夫か、ちょっと不安になってきた。やってみる。いい？いくよ。ほら、きた。使えるでしょ？よかった。これマッシュフィールドじゃない商品使うの初めてだったから突然の思いつきでやって、この動画作る時にもうコンシーラーブラシの紹介動画作るって決めてたの。マッシュフィールドの筆でもあまりにもうまくいっちゃったからどうしようと思って、値段が違うからさ悩むやん。これね、ほら
こちらはこちらで素晴らしい消え方をされるんです。で、これはクマここにトンってやるんじゃなくって、これをねクマ用のコンシーラーにちょっと、まあちょっとでいいんじゃない、ちょっとつけて、これトントンよ、トン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 ってするだけ。あ、すごい。これね、毛の仕組みなんだかなんだか分かんないんです、すっごい細かいところまで密に入っていくのを密着するのよ。だからちょっと塗りだけでもふわーって綺麗になるでしょう。こういう感じになるんですよ。これまたすごいんですよ。あ、余計なコンシーラーじゃないところを塗ってる、塗りたくなると。コンシーラーブラシではないんだけど、似た用途でも使えるから、もし今金欠でコンシーラーブラシを買うかファンデブラシを買うか悩んでるって人は、これだったらファンデもコンシーラーもいける。まあ、ただ美少堂のこのタッピングコンシーラーブラシは1本買っといて本当損はない、ずっと使えるしかなり重宝します。こっちはちょっと思わず紹介したくなる商品だったので合わせて紹介してみちゃったりしちゃいました。私以前ね、美少堂のタッピングコンシーラーブラシと美少堂のファンデーションブラシを動画にしてるの。このサムネだと多分みんな気づかないんだよね、私が使ってるコンシーラーブラシがこれだって。だから今日はちゃんと私のコンシーラーブラシはこれですっていうサムネにしました。大のおすすめです。今日もありがとうございます。この動画が良かったと思ってくださった方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。私 X、インスタグラムもやっています。フォローしてくださったら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。私が使っているのは美少堂のタッピングコンシーラーブラシです。